死ンのミルクを発信する、死ンちゃん。 おはようございます。こんばんは。しぎんチャンネルの平平です。このチャンネルは詩ん歴20年以上の私平平による詩んというとてもマイナーな日本の伝統芸能の魅力や吟じ方についてわかりやすくザックバラにお話ししていくチャンネルです。えー、皆さんいかがお過ごしでしょうか、えー、今日はですね、なかなか子供が寝つかずにですね、えー、今収録してるのは夜の10時、<laughs> スーパーの駐車場で停、えー、めて、車を停めてやってるんですけれど。いやー、本当に、本当にあのー、 寝かせるって大変ですね。特にあの僕は母乳出ないんで <laughs>。どんな姿勢でいろんなことをやろうともですね。本当にお腹減ってる時はもっと 全く、えー、泣きやまないんですね。えー、だいぶなんかあの、自分のなんか無力感というか、限界感というか、えー、それを感じて若干心が <laughs> 疲れております。えー、まあ、きっと今だけなんでしょうけどね、えー、頑張っていきたいと思います。さて、えー、今日お話しする内容ですけれども、えー、呼吸をするのは鼻から口から。 ということで、まあの以前質問いただきました、まあそれに回答する形でいきたいと思います。吸銀に関して、ま呼吸がものすごく重要だということ、これはお話ししてきたことであります。まあの事前に吐き切る、そしてま吸い込むですね。この吸い込む時きに鼻を使った方がいいのか、それとも口を使った方がいいのかとかですね、そういうご質問があったので、まそれについて回答させていただきます。 えー、そうですね、えー、結論から言うと結論から言うと、えー、理想は鼻から、えー、ただ、えー、実際のところはどっち、えー、鼻と口が、まあ、現実的かなみたいなあそういうすいませんまたあやふやな結論になってしまうんですけれども、えー、その理由について順に説明させていただきます、えー、呼吸するまあ息を吸う目的は 一体何でしょうかというところですね、えー、吸った息は声のエネ,ルギーエネルギー源になるわけなんですよなので、えー、できるだけ たくさん吸う必要があるという。まあ、これが目的の一つ。そして目的の二つ目はですね、できるだけ体の奥底に空気が行くように吸い込むですね。この胸元に浅い呼吸じゃダメなんですね。深い呼吸、本、え、当、ー、へそ回り、丹田、そういったところまで、えー、空気がちゃんと入っていくようにした方が良いということ。そして、まあ、まあ、そうですね、その方ができるだけその、 お腹を使って腹式呼吸の発生になりやすいということですね。えー、それがまあ二つ目。そして三つ目の、えー、としては、えー、三つ目としてはですね、えー、まあこれは違うか、目的と言うとちょっと違うんですけれども、一瞬でできるだけ短い、えー、時間で吸えるようにした方が良いんですね。えー、これなんでかというと、まあその方が死銀のこの、 間の取り方あ。ここがよりコントロールが効くようになるんですね。一瞬で吸える人は、あより、それより長い分はあいくらでもコントロールできるんですね。逆に短い間合いも調整できる。一方、毎回たっぷり吸わないといけない人は短い間合いを取ることができないということです。つまり整理すると、えー、たくさん息を吸うこと。そして体の奥底に、えー、吸えるようになること。そして一瞬で吸えること。えー まあ、あとさらに、そっか、四つ目で言うと、呼吸音が小さいことですね。呼吸音が小さいこと。これは、あの、まあ、美的な、美的感覚で、えー、そういう意味になりますけれども、これが、この四つがですね、えー、実現さえできれば、えー、どんな呼吸方法でもいいのかなというのが、えー、僕の考えです。僕の理解ですね。えー、なので、えー、理想で言えば鼻からなんです。鼻だけ。鼻だけで、スッと、スッと。えー 鼻で吸うとですね、結構体の奥底に入っていきやすいんですね。そして、えー、呼吸の音が、えー、結構、えー、吸い込む音が小さくなりやすいということで、二つ目と四、えー、つ目になります、えー。ただ、これですね、僕鼻炎の方なんで、なかなか鼻の通りが良くなくてですね、えー、そうなると、 たくさん吸うっていうことと一瞬で吸うっていうのが僕の場合は苦手なんですよ。なので、えー、鼻の鳥がすごく良くて、えー、普段から鍛えていてですね、鼻だけで、えー、瞬時にたくさん吸うことができるのであれば、えー、その方が良いです。うん、えー。質問してくださった方もですね、鼻からずっと吸ってきたということなんで、えー、この4つの目的ができるんであれば、 まあ、あの、それでいいのかなと思います。ただですね、僕の場合はそれができないんです。鼻がなかなか通りが悪くて、できないので、えー、実、今のところは鼻と口、両方を使っているというのが実際のところですね。口を使いつつ鼻でも吸うようにするという、まあ、ちょっと、何回か練習したらですね、できるようになるという感じで、もう両方から吸うという感じですね。 え、で、えー、っと、まあ、ただついついやってしまうのは、口から、口からだけということになるんですね。えー、まあ、ただ、えー、目的が達成されればいいんですけれども、口呼吸だけの場合は、結構浅くなりやすい。えー、肺だけが膨らむような呼吸になりやすい。そして、えー、呼吸音が大きくなりやすいんですね。えー、本当に。だから僕の銀は結構口呼吸が多めになってるんで、本当にあのー、 これまでの議員聞いてくださっている方、聞いたらもうすぐわかると思う。こんなに呼吸を入ってんじゃねえか、みたいな感じでわかるかと思うんですけれど、そうなんですよ。これはわっかりは、えー、僕のもう完全なる練習不足ですね。小さい頃から先生からですね、言われていたんだけれども、えー、鼻炎アレルギーを理由にですね、なかなかちゃんと鼻呼吸をやってこなかったんですね。 そうえー、本当であれば、まあ、あの一瞬で鼻だけでせめてまあ鼻と口両方で、えー、ただやっぱ僕の場合は結構鼻と口まあダメ、えー、集中力がない場合は口ばっかりになるというところですなので、えー、そう、えー、何回も言ってるような理想は鼻から、まあ、実際的なところであれば鼻と口でそれを なぜそういう答えになるのかという目的は、えー、たくさん吸えること、えー、奥深くまで吸えること一瞬で吸えること、えー、そして、えー、4つ目は何だっ,たっけな、えー <laughs> えー、あと呼吸音が小さいということですね、えー、なので、まあ、あのこれが目的が達成されればぶっちゃけ何だっていいので、えー、自分に合った自分がやりやすい、えー、呼吸の仕方をおやってみてはいかがかなという思いますうん。 よしええー、では、えー、前半はこんなところですね。後半、今日、銀じていくのはですね、もう、これですよ、これ。もう、今日、辛いなと思った時に、もう、この詩しかないなと思いました。えー、柳川聖岩作えー、時はこう抱嚇の図ですね。えー、では、まず詩文を読んでいきます。<laughs> 雪は、流煙に注いで、風、たもとを巻く、ここ父を求める、遺憾の上造。 他年撤回、宝刀の剣。三軍を死たするは、これ、この声。えー、もう、これですね。詩 <laughs> 文、えー、の内容ですけれども、えー、雪は、傘の日差しに降り注ぎ、風は、たもとを吹き上げる。激しい吹雪の中を、懐に抱いた幼子は、声を上げて泣きながら、母親の父を求めている。 この難儀に、えー、血の身を抱いた母、時はの思いはどんなであっただろうか。えー、けれども、後年、あの海さ山の険しい峰で、この勇壮なあ大事をお指揮したのは実にこの、かつて、この幼子の成長した、後の、えぇ、ー、義経ですね、えー、牛若丸と言いますか、えー、後の、えー、声であったのであるということです。えー、ここ、父を求むる遺憾の上ぞ もう、この、えー、母乳を求めている子供の声の大きさたるや、えー、ずっと聞いてると辛いですね。<laughs> 辛い <laughs>。いやそして僕は別に母乳出ないからどうしようもないんですけれど。そう、だからこの、この自分の大変さをですね、なんかあの、思おもしくというよりはなんかリアルさを実感しながらな、 今日は銀じる感じになりますね。ここ、父を求める遺憾の上曹。で、雪の中をですね、えー、もう。 おっぱい欲しいよと、ギャン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 、ずっと耳元で、えー、しかも子供の方が腹式呼吸できてますからね。えー、そんな状態でギャン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 ,ギャン泣くと、えー、最初のうちはまあ、大変だな、かわいそうだなとか思うんですけど、だんだん辛くなってくると。えー、いや、本当に一人でずっと面倒を見てみたらノイローゼになるんだなっていうのがなんかちょっと、その欠片が少し分かったなという感じがしますけれども、えー、今日は <laughs> そういう意味で、えー、ちょっと感情を込めてですね、えー、吟じることになるかなと思います。 よし「時はこう抱くのず柳川西岸」「雪は龍園に注いで」「風保も ここ、父を求める、いかの、醸造。 するを 感情<根>は <laughs> めっちゃ入りましたけれどいやー、ちょっと寒くなってきたのがですね、鼻詰まりが、銀の途中に鼻が詰まってくるとですね、もうどうしようもないですね。口呼吸しかやりようがないんですよ。鼻が詰まっている時に、んーとかやるとですね、んーってやるともう全然声が、えーそう、空気が出ないから声が出ようがないというところで、他年撤回とかですね、もうひどいやり様ですよ。で、<laughs> 天空の前は、 天空の前もですね、やっぱりしっかりと、えー、鼻を使った呼吸時間があるからしっかりと鼻使った方がいいんですけれど、えー、今全然ででできなかったすすね <laughs>、えー、難しいところですまあそうですねこの手はこの手話,の手話、えー、前半がもうあの結構吹きすたぶ中ですね雪がもうビュ,ビュー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 と吹いている中を、えー、表現するわけですからここはまったりと銀字じゃもう絶対ダメなんですね。雪はー 竜園に注いでとか言ったらもう全然ダメですね。全然ダメです。<laughs> ダメって言っちゃいましたけど。えもうこれはもう激しい中。雪は、竜園に、このあの言葉の速さというか勢いといいますか、それを決して留めることなくむしろ、お さらに加速するような、えー、そういう感じですね。風ー、保たー、という感じの、えー、速度感が必要になってきます。で、ここ、父を求める遺憾の醸造、えー。このあたりはもう、遺憾の上で <laughs> やるしかないですね。で、他年撤回。ここで場面が一気に切り替わって、えー、もう何十年後みたいな感じになるんですね。で、えー 切り替わって、えー、そう、戦場の険しい感じ、激しい感じ。えー、そして、えー、最後はもう、三後を叱ったするわー、と、三段上げのところで、えー、もう映画の最後の場面みたいな感じですね。えー、東映の、 文字が出てくるような、バーンと出てくるような、そんな感じで、これ、この声、じゃーんみたいな感じのイメージになるかなと思います。だいぶ今日はなんかあの、荒々しい説明になってしまったんですけれども、ご容赦ください。ちゃんとこれ終わった後に僕も、奥さんがきっと寝かしつけているのか、ダメだった場合は僕も参戦したいと思いますんで、引き続き頑張ります。では、あの、リクエスト、感想、質問等いただければ、そう、コメントも全部返している。2日か3日以内には全部返しているつもりな んですけれども場合によっては見逃している可能性があるんでちょっと、えー、漏れていたら、えー、ちゃんと返すように頑張りますんで、えー、よろしくお願いしますでは資金の魅力を発信する資金チャンネルどうもありがとうございましたバイバイ